それでは身を尽くしに入ることにいたします。身を尽くしというのは、身を尽くしの身をは、漢字を当てれば水脈というふうな漢字を当てれば適切なわけですが、それから身を尽くし、通は女子みたいな言葉ですか、身をの屈指、その身を示すための水中に立てる杭、一番典型的なのは何話の港などで船が出入りするのに便利なように、その水脈を示す目印としてずっとこう水中に杭を打って船の運航に便利なようにしておく、それが身を尽くしであるわけです。身を示すための、あるいは身を導くための杭ですね。この巻の中ではやがて光源氏が住吉の神様に願を立てますけれど、以前に立てていますけれども、その願が果たされたわけですから、めでたく都に罪が消えて再び帰ることができたわけですから、その願果たし、必ず願をかけた親にはその願が聞き届けられたら、前にお約束しておいた通りの願果たしをしなければならないわけです。その願果たしに住吉神社へ参拝しますけど、そこでまた明石の君と会うわけです。そこでお互いに歌をやり取りします。その中に身を尽くしという言葉が出てくるわけで、それで巻の名前になっているわけですが、光源氏にとっては須磨から明石へのあの憂鬱で物悲しい体験、苦しい体験というものがすっかり打って変わって、晴れ晴れとした、前にも増して何倍か名誉と栄華の生活が戻ってきたわけです。そういう源氏のこれからの人生の輝かしい発端の、開けていく巻でもあるわけです。源氏の年齢ももう28歳から29歳にかけてのことですね。